どうしますかって。死ぬわ、もう。しないよ、そんなこと。移すわけないじゃん。早くしてよ、もう寒いんだから。もう早くしてよ、本当に。どうしたの？もう一回見せようか。この残忍さ。名古屋駅から豊田っていうのは約40キロあります。僕は高速に乗ってタクシーで1万3000円払って来ました。で、9時に来るって言うから、僕はね、8時半待機をしてるんだよ。もう2時間経つじゃん。2時間ずっと待ってるんだって。引っ張られるんだよ、うまいこと。かわいそうだと思う、ちょっとナイスでもしてください、本当に。あの、澄ました顔してね、アイドル配信してるやつに押すぐらいなら僕に押してくださいよ、男リスナーさんも。お願いしますよ。許さないんで。今から行きますね、だって。ずっとこれだよ、2時間。今から行きますねって。早くしてよ、もう。2時間も。セブンと飲んどきゃよかったわ。うまいこと言われたんだよ。駅の近くにラブホあるからって。2時間暇だから、周りをしらみつぶしに探したけど、ラブホらしいものなんて、建物が一つもない、もう。田んぼしかないんだって。うまいことやられてるんだわ。東京帰ればいいのに、俺もちょっと名古屋で用事終わったから、やること終わったから、ちょっと羽伸ばそうと思って。早く来てよ、もう。どこ？あるの？近くに。わかった。はい。指定されたわ、場所。田んぼ指定されるわけないだろ。どこの田んぼだよ。何々さん家の田んぼの何ヘクトバル何平米のあそこら辺とか、バカ。すげえな、ほんと。ほんとにちょろいつうか、まあ今から会えそうだから、また甲斐があったような気もするけど、リスナーに相談すべきだった。相談してたらやめとけって言ってた？黙って萌ちゃんち行っとけよかったわ。こんな2時間も待つぐらいならさ。とりあえずちょっと指定場所行くわ。自分の顔を写しとく。マジで寒い。大丈夫じゃない、もう。止まって探すから。ここまで歩かせるの？マジで言ってる？マジ許さないからな、本当にいなかったら。いや、来るよ。やめなって、信じてるよ、来るよ。今電話かかってきたから。マジで寒い。2時間も待たされて、またここまで来てとか、許さないから、いなかったら。マジで寒いわ。体
の芯まで冷えてる。今愛知県って何度？あ、500ね、ありがとうございます。2度は寒いわな。フリーペーパーです。あ、ちょっと待って。走ったら止まる。やばい、走ってる風で歩いた方が早い。すぐそこ。いや、マジで訴えるからね、これでいなかったら。マジでこれみんなお金使っていいよね、いなかったら。50万ぐらい使っていいよね、詐欺罪で。これ使うからね、マジでやるからね。この 残忍な犯行、もう祝電でも捕まるから、これ捕まるよ。萌えはいいんだって、お前は。しつこいんだって萌えは。
電話するわ。着いた。ああもういいわ。じゃあもう先生に連絡しよう。電話出ないもん。出ない。ほんと悪質だね。電話出ないわ。あマジか。もうやるわ。もしもし、どこにいるの？来たけど。うん、だから来たら切るって言ってるじゃん。映らないようになってるんだから。壁しか映ってないんだから。配信見ながら来たらいいじゃん。手振ったら配信切るよ。なんなのこいつ。入ってくるの？マジでわかんないわ。まだ家にいるの？ねえ早くしてよ。どれぐらいで来るの？1分ね。1分だって。44分にしてあげるわ。じゃあほんと来なかったら警察電話するよ。もう110番だよ。 SOS だよ。緊急の SOS 出すわ。もう2時間 とある女性にひたすら詐欺られて2時間外にいて、もう手足がもう感覚がなくなるぐらいいさせられたと。それに伴い名古屋駅から1時間1万3000円という高額の料金を支払わされ、2時間待ってる間に用意した飲み物はコンポタ2本とホットレモンティーにプラス精神的なダメージ、あと自分の仕事柄、その自分のイメージに関わる、でこれイメージがもう最悪なわけ。そのイメージってお金で分換算したらとんでもない金額になるんだよ。うん、イメージ通りじゃなくてね。うん、来ないじゃん。これ病気なのこの子。どこにいるの？どこにいる？逆に駐車場にいるよ。どこら辺にいる？駐車場、あ、もっとこっち来たら白い車見える？見えない。うん？見えない。だってじゃあ店頭入り口においでよ。入り口から俺見えるから。何笑ってるの？ああいたいた。じゃあ終わりますね。来たんで、すいま、お騒がせしました。ちょっと来たみたいなのでありがとうございました。一回終わります。